ルフェインの目的は何だ。俺は何のために送り込まれた。あのカオスを倒すという気持ちは何のためだ。ねえ、これが本当にルフェインの、私たちの故郷のルフェインから送り込まれたのだとすると、こっちの状況はすぐに伝わっているということね。アストスか。あいつは闇を観察し記録しているだけではない、報告もしているんだろう。さっさと魔物を倒してアストスに喋らせるぞ。島が浮いている。コウモリはあそこに向かっていったわ。つまりアストスはあそこにいる。ならば話は早い。さあ行くぞ。やるか。ジャック、やってやろう。やめ。ジャック、今がチャンス。毒みたいだね。マジしてるよ。変更だ。まだ終わらんぞ。ジャック、体勢を立て直そう。コメが道を塞ぐな。邪魔だ。面白くなってきたな。離脱できたみたい。いけるぞ。これでいく。こいつはすごい。いただいておこう。いいものかな。俺をここへ送り込んだ連中は世界がつながることを恐れている。つまり切断したはずの過去が蘇ることを危惧しているわけだ。魔力が蓄えられているのか。いただいておこう。いいな、暴れさせてもらおう。さてと、ここから変更だ。ここが壊せるってよく気づいたな。俺完全に見逃してたよ。さて、相手する？やるぞ、ついてこい。手を任せてもいいから。これな。死ぬな。
で抜け道だな。楽な道は大歓迎。さてと仕切り直す。次こそは必ず。さてと、ここからだ。健康だ。出てきたか。ジャックがいれば負けないさ。もう骨が。噴出効果、厄介そう。見通しが良くなった。地面が揺れている。崩れるのか。空の上で。ここから離れる。急げ。やりすぎたかもな。知ったことか。それよりも分かったことがある。闇の気配が一瞬で消えたよね。ああ、他の像もぶっ壊すぞ。
気力持つかな。ジャック、どうしよう。敵発見。ジャック、やってやろう。どこにあるんだろう。こことは切り離された場所らしい。距離的にはもちろん、おそらく時間的にも思い浮かべるのが難しいな。あなたが地を這う虫だとする。ルフェイン人は空高く舞う鳥。あなたを食べはしないけど、あなたの庭に糞を落とす。ひどい。ジェド、頼めるか。もちろんだ。警戒した方がいい。どうした。お疲れさ。体勢が下げられてる。なかなか手ごわいだ。宝箱か。相手する？さあ、そう。叩き。勝ったんだから問題ない。何かあるな。
あれはキューブ。休んでおこう。相手する？また一人。惜しいから閉じてもらおう。面白くなってきたな。みんなは大丈夫？適当になっちゃってる。これで楽に戻れるぞ。ありがたや、ありがたや。また石像がある。ああ、壊してしまう。だが目を離す。お返しの石像か。厄介そう。さて、今のまた狙おう。ヤバそうだよ。次の像へ行くぞ。うん、行こう。みんなちゃんとついてきてるわね。ああ、みんないる。大丈夫だ。さて、残す像はあと一つ。さあ行くぞ。気力持つかな。立て直すべきかもな。出てきたか。あまり効いてないみたい。フェインが送り込む闇とは何だ。魔物を増やす。動物の魔物化を狙う。人も魔物にする。全て混沌の闇が引き起こす現象。闇は増殖するということね。クリスタルの輝きを隠してしまうのも闇。結果、本来はクリスタルに祝福された世界は闇に覆われる。ならば俺たちの役目は。闇が強すぎても均衡は崩れる。俺たちの仕事は、いわば光と闇の均衡を保つための調節。よし。
レアなやつだ。どうなの？早く見たら？行くぞ。いいものかな。敵がいる。ジャックがいれば負けないさ。ジェド、頼めるか。もちろんだ。ジャックに降りかかるキノコは私が払う。何があるのかしら。さてと、どこキューブがある。調べなくていい。何かあるな。へえ、道がつながったわけだ。戻るときはここを通るぞ。問題ない。変更だ。最後の石像ね。いい、慣れは危険よ。この言葉、そっくりそのまま返す。やるぞ。待っててくれ、これ。黙らせればいいだけだ。体勢が下げられてる。この島には沈んでもらおう。そうね、巻き込まれないよう離れましょう。うわあ、派手に壊れたね。見物だったね。
海面だ。行こう。光の戦士として世界から闇を取り除いていたんだよな。だがやりすぎたからルフェインは闇を送り込んだ。闇が減っただけではなく、光、いや希望が増した可能性もある。コーネリアの姫たち、特にセーラ姫の貢献は大きいわ。城では闇を感じないもの。セーラ姫は黒水晶を持っているはずだ。その効果もあるかもしれない。ああそうだったね。噴水広場で会った時に共鳴してた。でも姫は水晶をどこで手に入れたんだろう。あいつ強そう。こいつ敵を呼び出す気だ。さっさと壊せば大丈夫。当然障害はなくなったね。キューブ発見。休んでおこう。健康だ。遅いぞ。しかし安心してもいい。これ以上贈り物は来ないだろう。クリスタルの輝きと混沌の闇、君たちのおかげでちょうど均衡が取れた。さてどこから話そうか。まずお前は何者だ。当ててくれ。そういう気分ではない。当ててくれ。ルフェイン人か。違う、私はルフェインではない。彼らは元ルフェインの民だ。私に協力しているが、それは打算があってのこと。本音では死ねばいいと思っている。私の魔法で彼らをコウモリに変えた。私が死ねば魔法は解ける。君たちを案内したのはそれを期待してのことだろう。君たちが私を殺すような事件が起こること、そうだろう。アストス、最初に何者かと聞いたのは俺だ。だが悪かった。コウモリはもちろん、お前の正体にさえさほど興味が湧かない。俺が知りたいのは、お前は俺に生きる目的を与えることができるのか。俺に敵を与えてくれるのか。君が望むならそうしてやりたいところだが、できない。永遠にも思えるほど長く生きるうちに、私の胸は悲しみ、怨嗟、憎悪と怒りでいっぱいになってしまった。まるで私自身が黒水晶のようだ。ジャック、今一度問う。私は何者だろう。ダークエルフの王。
それだけ。ああ。闇がアストスの周りに。なんだ、どうなる。終わりだ。貫く、全てを。いや、切り刻め。切り刻もう。で、下がってるっぽい。さて、ジェロ、頼めるか。ジャック、私が払う。切り刻もう。いけるよ。なかなか手強いな。みんなは大丈夫？闇が薄まった。チャンスだ、ジャック。防御を固めたか。切り崩してやる。アストスの様子が変わってる。いけるかも。ジェド、頼めるか。フェイン人が憎い。憎くてたまらない。私はコーネリアに生まれ、ルフェインと共に次元の壁を越えた。そして生まれ変わり帰還した。私はどちらを愛すればいいのか。体勢下がってるっぽい。私はエルフ、生体探索家として。背中、お前たちに任せたぞ。相手もやるね。絶対に負けないから。やばそうだよ。闇の意味。
記録はすべてこのデバイスに入る。必ず持ち帰るんだ。了解。ただし容量には上限がある。上限に達したらその時はむやみに活動せずに回収を待て。回収ポイント都度異なる。それについてはアストスで確認してくれ。アストス？最新型生体探査隊、後で見せる。まあ見ても聞いてもどうせ忘れるけどな。アストスは忘れない。なあ、この質問をするのは初めてではないと思うが、俺はなぜ忘れるんだ？我々の健やかな未来のためだ。私が探査生命体アストスです。この地で生きるエルフがあなたたちの素晴らしい技術でこのように生まれ変わることができました。私に友情や愛情、仲間意識を持たないでください。我々は培養で作られる大量生産品。稀に我々に友情めいた感情を抱いて、その挙句に助けようとして命を落としたストレンジャーがいたのです。愚かなやつだ。軽症です。唾をつけておけば治りますよ。なるほど、覚えておこう。あれほど言ったではないですか。我々は吐いて捨てるほどいる大量培養の使い捨てです。とにかくお前が無事でよかった。愚かな人ですね。俺も同じ意見だ。アストス、お前も共犯者になってくれ。次は変えることができるかもしれない。何をすればいいんですか？次に会ったら俺たちを導いてくれ。やり方は任せる。回収ポイントは毎回変えることになっていますが、ここだけの話、ほぼ毎回このカオス神殿ですね。怠慢だな。規則の形骸化はよくありませんよね。いつか問題が起こるでしょう。準備ができています。ではお気をつけて。なあ、一緒に帰らないか？はい。お前は帰りたくないのか？気持ちの問題ではありません。規則違反です。じゃあ待ってろ、上と掛け合ってくる。あなたは忘れてしまいますよ。忘れない。期待させないでください。俺は忘れない。次は連れて帰る。いいか、必ずだ。さようなら、ジャック。記憶を消去されているのだから、あなたのせいではない。
それは分かっているのに憎んでしまいました。恨んでしまいました。許してくれ。そうできたらどんなに素晴らしいか。でも私は闇を抱え込みすぎました。これからのことを話しましょう。私が死ねばここにいるルフェインたちの魔法が解けます。しかし同時に彼らの寿命が尽き死に絶えます。彼らが抱える闇は恐ろしい量だと思います。我々の闇が混じり合い世界を覆うでしょう。ジャック、その闇から生まれるあらゆるものと戦ってください。魔物を倒してください。闇と感情が融合した状態がカオスです。カオスが現れたら倒してください。あとはあなたの感情に任せて進めばいいんです。たとえ闇に覆われてもその中を進み続けてください。あなたたちも私にできるのはここまでです。ルフェインの横暴を許さないでください。このコーネリアを守ってください。俺たちはルフェイン人だ。そんなことは関係ありません。だってあなたたちは皆光の戦士なのだから。ジャック、ここは危険だ。逃げよう。